長い歴史を持つ山梨大学工学部は、工業技術の発展と社会のニーズの変化に対応するため、2012年に7つの学科で再スタートしました。工学基礎科目、コミュニケーション能力養成科目やエンジニアリングデザイン能力養成科目を効果的に履修できる教育体系によって、社会的課題に実践的に対応できる優れたエンジニアを養成します。航空機、自動車、医療機器、ロボットなど、ものづくりの知識や先端技術を学び、次世代のエンジニアを目指す機械工学科。機械、電気、情報、複数の学問領域を横断的に学び、技術統合されたシステムを構築できる人材を養成するメカトロニクス工学科。生活をより便利で快適にする高速・大容量通信や高性能電子機器などの実現を目指し、新しい材料から電子デバイス、システムまで総合的な研究に取り組む電気・電子工学科。ネットワーク技術、人工知能、データサイエンスなどを学び、新たな情報化社会の作り手を養成するコンピュータ理工学科。By learning network technology, artificial intelligence, and data science. The Department of Environment and Climate Training students to become engineers who can contribute to sustainable communities and creating a social needs infrastructure for the environment and creating cities that are resilient to disasters.物質、エネルギー、環境が関わる材料や技術、原理、法則について科学の見地から学び、人類の福祉と持続的可能な社会を構築する応用科学科。物理学と科学の融合により、原子、分子レベルの操作で材料を創生し、新たな機能を生み出す材料科学を学ぶ先端材料理工学科。山梨大学工学部では多くの学生が大学院に進学しています。修士・博士課程5年一貫型のグリーンエネルギー変換工学特別教育プログラムが文部科学省のプログラムに採択されるなど、大学院教育の充実にも努めています。未来世代を思いやるエンジニアリング教育をキャッチフレーズに、多くの留学生の受け入れと在学生の海外派遣を推進し、地球規模での課題解決を目指しています。